夢の話をします。本日もお日柄もよく悪夢を見まして、まあ、どんな悪夢かは覚えてないんだけど、起きた瞬間に、あーって起きるわけよ。昔から言ってるかもしれないけど、俺ってなんか誰かに起こされるみたいな感じで起きるのね。みたいな感じで起きるわけよ。なんかそれが今日なんか一番やばくって、なんか本当に存在を感じるわけよ。家賃を払ってないもう一人の住人がいると思うんだけども。待って、ミスった。助けて。みたいな感じで起きたと思ったら、霊の気配を感じたから、やばい、このままなんか寝たふりをしなければいけないと思って、もう一回寝て、その眠ってる中でまた悪夢を見て、なんか霊的な人間が出て、その悪霊退散をするために何か知りませんけど、霊がいるから念仏を捉え出すわけ。その念仏が何か知らないけど、僕頑張って涙を流しながらね、怖い怖いと思いながら、お願い退散してください、どうなんしゃべ、どうなんしゃべって言ってたの。どんなんシャーペン白髪中、どんなんシャーペン白髪中って、これマージャンなのね。わかります？霊を撃退する相場はあれじゃないですか、リンピを通したじゃないですか。やばい、霊がいる、リンピを通したらだったら少しはわかるんだけども、なんか夢の中の僕にはリンピを通したっていう語彙力がなかったのか知りませんけども、夢の中の可愛い奈良くんはね、霊に向かってどんなんシャーペン白髪中、どんなんシャーペン、どんなんシャーペン、どんなんシャーペン白髪中、頑張ってマージャン用語を唱えてたの。リンピを通したみたいなテンション感で、どんなんシャーペンって言ってた。で、何かこうやってね、その起きた時にね、抵抗だったの。やばい、すごい嘘ついちゃった。ごめんなさい。こんな手してません。でもこれだけは本当。夢の中で僕はリンピオ投資屋を言い間違えて、トーナンシャーペーって言いながら霊を撃退していました。脱衣マージャンをきっかけに、あの世に旅立ってしまった霊だったのかもしれませんね。ということで今日の動画は、駆除師のやらかしです。七尾さんの大人気コーナーなんですけどね、皆さんも覚えてない？ハゲてない？大丈夫？ハゲ髪出すからあんまり髪の毛分けないで。駆除師のあれやらかしね、過去にもやってるんですよね。でもなんか前回の動画はね、僕の編集ソフトのバグで動画の後半からレーザービームが止まらないみたいなね、なんか動画後半ずっとレーザービームみたいなものが画面中のほとばしりまして、なんか駆除師のやらかしどころの騒ぎではないみたいな感じの謎の動画があってね。その時ちょうど閃光のハサウェイの映画が上映されていたもんですから、もう閃光のナナウェイなんて上手いのか下手なのかよくわかんないことを言い出す僕のリスナーがいたいね。ちょっとごめんなさい、ちょっと呼吸してください。最近僕が見かけがちな腐女子を紹介していきたいと思います。では腐女子のやらかし、その1、好きな BL 作品はバナナフィッシュと答えると、バナナフィッシュを安易にビールと呼ぶなとフルボッコ。これ昔の動画でも言ったかもしれないけどさ、やっぱ安易に BL と明言されてない作品をさ、好きな BL と言ってさ、名前出す感じ、オツじゃないなって気もするし、あとファン心から私はこの作品は芸術として捉えてます、安易に BL なんて言葉使わないでみたいな感じで言いたくなる衝動もわかるんですけども、ね、言い方で知られてないんだけど、なんで今頃アニメ化されたのっていうぐらい結構歴史が深い作品でございまして、なんかバナナフィッシュに関してはやっぱり男の人もね、僕の地元さんもバナナフィッシュ好きみたいなね、意外だなと思って、本当かよと思ったんだけど ね、僕に話を合わせるためじゃないでしょうねと思ったんだけども、何々を安易に BL と呼ばないでみたいな感じの Twitter での腐女子同士の居酒屋、本当見てらんないよ。そうなりがちな作品って他になんだろうね。まあ昔から僕の動画で言ってるのは、フリーとかツルネとかユリオワイスとかそうだよね。安易にビールって言わないでみたいな、ね。バナナフィッシュが好きですって言ったら、ワンチャン配りするかもしれないっていうところから好きなアニメをなんかチェーンソーマンですみたいな感じで無難とか言っちゃうみたいなね。なんか逆になんかバナナフィッシュを腐女子が見るものと決めつけて、相手の男の人もさ、俺バナナフィッシュ好きなんだって言ったら、腐女子でもないのに。てか男なのねみたいな感じで、気使ってる自分がいたせいでなんか逆に気まずいみたいなね。今だってなんか配給とかさ、ヒロアカも好きって言ったらなんか腐女子なんじゃないかみたいな疑惑が立つぐらいさ、なんかもうどこの少年漫画もなんか不目線での盛り上がりと売り上げがでかすぎて、配りを気にしたら好きなアニメヒロアカとも言えないこの世の風潮にドロップキック。次、インスタにイスターの無断掲載を乗っけて感謝され、いつの間にかアイドルになっている投稿主。昔から大好きで、僕こういうどういう身長なんだろうと思って、ピクシブとかで、ね、なんか神エシさんたちの画像を保存して拾いがですって最初に言っちゃえば、その無断転載が許されると思ってるのかよく知りませんけども、それでなんかさ、自分の認知作を転載するアカウントを作ってる方々を僕ね、2、3人追っかけてるんだけどね、なんかもはやその人のアカウントに無断転載だからやめようっていう風に周囲のコメント書くことも粋じゃないみたいな風潮が流れ出してる界隈の、その無断転載ヤーみたいな人が、なんか転売ヤーならぬ無断転載ヤーみたいな方々がいて、それを追っかけるの僕大好きで、何々さんの投稿する絵は本当になんか全部センスが良くて憧れますみたいな感じのコメントがあったのね。無断転載する絵のセンスが良くて尊敬されてるの、その無断転載屋の方。もうすごい文化というかね、しかもそれに対してありがとうございますみたいな感じでね、これからも頑張っていきます。頑張るって何みたいな。無断転載頑張るって何、なんか無断転載を投稿することに努力してるみたいな風潮ね。昨日は投稿できなくてごめんなさいって何に謝ってるのみたいなね。で、この前に関してはなんかそのプロフィール見てみたら、最初にいいねくれた人にも DM 行きますみたいな。あたかもあなたの DM に価値があるみたいな感じの喋り方。あれすごいなって、どういう根性してるんだろうと思って。ね、大好きなの僕、インスタの無断転載屋の方々の、昨日は投稿できなくてごめんなさい、明日からは毎日投稿しますって言って毎日無断転載を載っける方々、なんか無断転載するんだったらもう字が消せよとか思うんだけど、なんかアイドルオタクとかの非公式ボットみたいなものが自我を出すと炎上しがちみたいなやつあるじゃないですか。ネタ中の方々がさ、バズり始めると自我を出した時になんかありがちじゃないですか。自我出すの大丈夫みたいな、そんなのお構いなしみたいな感じで、自我出しまくる以前に一つの仕事ですよみたいな感じで汗かきながら、これからも毎日投稿頑張るって言ってピクシブで神谷さんの絵をダウンロードして転載をするっていう方々で、最初にいいねをしてくれた方には感謝として DM 送っちゃうよ、私が DM で感謝を直接伝えますみたいな
な感じで、あ、なんかもうすごい人間って感じ。どこで育ったって思う時あります。次、正直ジャニーズも K-POP も不目線で好きになった。何々と何々距離近すぎとかさ、僕もなんか K-POP 目つきっちゃ好きなんだけどさ、なんかアイズバンドでセラフィムしかあんまり分かってないかと言いました。 K-POP のコメント欄がちょっとやっぱね、不目線と言いますか、そういうコメントが多すぎてちょっと見ててなんか男としては萎えるみたいなところがちょくちょくあるんだよね。やっぱコメント欄、なにわ男子の YouTube とか僕大好きなんだけど、コメント欄見るとやっぱりなんか、ごめんなさい、なにわ男子のコメント欄のあれは大好きです。サロジチ最高。なんか平成ジャンプで一番元気なのは有岡大樹かと思いきや、実は爽やかイケメン中島優斗みたいな感じでさ、実はってなんか不目線のコメントの方々ってなんか知らないけどさ、また私ちょっとその相手たちの身内だからどれくらい仲いいのか知ってますみたいな、あ、ちょっとこれ燃えるはやめよう。みんなは知らないと思うけど、この人とこの人は本当にプライベートに何々しちゃうぐらい仲が良くってみたいな、そんなのパフォーマンスに決まってんだろみたいな感じもさ、ジャニーズも K-POP もさ、あと声優さんもそうだけどさ、絶対にこの不女子の層には迎合しません、温かいことはしませんみたいなさ、 YouTuber でいうとこの東海オンエアさん的なテンション感が、あー懐かしいね。だから東海オンエアさんがスカイピースさんのさ2人を皮肉った動画あったじゃないですか。あれね、男同士距離近かったら不女子とか盛り上がって、その不女子の盛り上がり方がどうしてもアレルギー反応出ちゃうというか、そもそもだけど男と距離近いのが無理みたいなね。ジャニーズでも K-POP でもグループには絶対一人いるじゃないですか。あ、危ないね、名前出すのやめよう。そういうなんか不女子層に迎合しない男の人がかっこいいと取るが、普通に単純に怖えわって思う不女子の層で結構分かれるよね。なんか単純に性格悪く映っちゃう時あるからさ、入り口を BL コーナーにするのやめてください、アニメイト。あまりにも最近なんか BL コーナーがでかすぎて、アニメイトちょっとさまよってたらなんかいつの間にか BL コーナー入っちゃいますみたいな時ある。まあ、京都はなかったんだけどね。京都のあの河原町のアニメイトすごいよ。BL コーナーに電気ついてないの。なんかスタッフしか入っていけない作業場ですかみたいなクラスのところにBL コーナーがあるのね、京都の河原町の。もしかしたらもう改善されてるかもしれないんだけども、でも東京来たら本当にもう入り口が BL コーナーだし、そこで僕が迷える子羊のようにね、ブリブリブリって歩いて入っていったら、なんか自己暗示がすごいの。え、誰にも何とも思えてないのに、違うの違うの、僕ここに入りたくて入ったわけじゃないのみたいな感じで自己暗示をずっとし続けるみたいな時間が本当にもう苦しい。うん、だから入り口に BL コーナーを設定するのだけはちょっとご勘弁よろしゅう。次、海辺のエテランジェは絵が綺麗だから腐ってなくても楽しめるよという謎の教養。これ海辺のエテランジェはやっぱりなんか絵が綺麗でみたいなね、 BL 以前に人間関係として素敵だからとかいう風にすごい説得してくれるんだけども、あなたトマトが嫌いとか言ってるけどケチャップにしたら食べれるからねみたいな感じで、そんな感じで進めてこないでっていう風には僕思う時があります。僕にやりちんビッチ部を進めてくるのは本当にやめてください。味付けが違うから見れるよみたいなさ、そういう感じで説得されましても、なんかその説得をトローにしてる自分に罪悪感感じるから、 BL っぽいとは言っても芸術作品的に楽しめますよみたいな感じで進められましても、球技できないんだ、でもバドミントンだったらできるでしょみたいなテンション感、うん、全然例えがうまくできない。次行こう。あー、これ不謹慎だな。皆さんここ切り取って天才とかしないでくださいね。前立腺がんに反応。話は全く変わんないけどさ、なんかこういう不謹慎ネタの途中で笑ってなんかぶち怒られる経験みたいなやつだって、不女子はなんか人生で1、2回はあるんじゃないですか。僕1回あったんだけどさ、東日本大震災を題材にしたドラマみたいなものがあって、そのドラマの主演が桜井翔くんだったのね。その時若干僕アラシックです。教室のモニターで東日本大震災を題材にしたその桜井翔主演のドラマみたいなものを見たわけですよ。それの時に主演桜井翔くんだ、キャーみたいなこと言ったらぶち怒られたのね。まあそりゃそうだよなみたいな。不謹慎なまで不女子用語とかさ、オタク的な用語が出てきた時のオタクの反応って本当にみんな気をつけないといけない。前立腺がんで、どういう手術するのみたいな感じの反応マジで怒られるからね。東日本大震災のドラマで興奮してめっちゃ怒られたのね。今でもすごい覚えてるから。シックスで反応する男子を差し置いてホモサピエンスで反応すんなバカだね。次、ワールドカップ興味ないくせに試合後の選手のハグで目覚める。ワールドカップマジで興味なくてさ、なんかよくサッカーみたいな玉蹴りなんか国際的にやってるよねみたいな感じで僕は思うんだけども、なんか日本がドイツに勝ったか知りませんけど、ドイツに勝ったのはドイツだみたいなね。なんと日本がドイツに勝ちましたっていうニュース全く興味ないくせに、試合後の選手のハグシーンだけ、って見るやついましたよね。いました。はい。ハグシーンでサッカー選手に目覚めてサッカーのルールも知らないくせに、私、内田篤人が好きなんだとか言い出すやつが出てくるんですよ、ね。売れる前から不女子人気意識した企画するアイドルや声優にはアレルギー。なんかバカだとは思うなよみたいなプライド一応あるよね。これやっとけば不女子どうせ盛り上がるだろうみたいな感じの企画を投げやりにやってるのってさ、全然わかるじゃないですか。こっちからしたら。なんかこっちって言っちゃってるんだけども。売れてもないのになんか GR と思ってんだろみたいな感じでコンテンツをぶん投げられると、バカにすんなよっていうプライドは一応あるんだよね、不女子にも。ね、やたら距離近かったり、なんかボディタッチやたら多いとか、そう男同士でさ、相方の好きなところみたいなさ、あざと企画やってな。何が面白いんだと思う。なんか女の子より可愛いって言われ待ちのなんか文化され女装する男子のエゴみたいなものを感じてしまうと言いますかね。エグコタってすごかったじゃないですか。声優業じゃなくてエグコタという組み合わせ、カップリングとして人気が出すぎたのか知りませんけど、ちょっと自粛しましょうかみたいな感じの活動感とか知らないけど、最近なんかあんまり共演を見ないなみたいな感じでね、もはや禁断しラジオぐらいしかなくないみたいな感じでね、エグコタをどこに供給すればいいんですか、教えてください。なんかエグコタの売り方の真似事をしがちな声優さんみたいなものを嗅ぎつけるセンサーみたいなものは一応ありますが、なめんなよって話です。なんかアニメでもちょっと思うもんね。なんかちょっと BL っぽい描写書いとけばなんか不女子釣れるんだろうなって感じで、あざとさ。次、もはや黒バスが好きと言ったら配れするかとか血迷う。黒バスが好きはちょっと匂うものあるよね。黒バスと配給の違い。深夜2時頃限定でなぜかスカトロが見れる。
謎のホルモンね、ピクシブを長い時間見れば見るほどなんかどんどん過激なものが見れるようになっていく、あのホルモンの上昇率みたいなやつびっくりするような、全然デュナでも興奮するしみたいな、全然スカトラで興奮するんですけどと思って、で朝スマホ開いたらなんか笑顔で脱粉してる女の人がみたいな、もう無理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 、うずい天元が推しとか言っときながら、うずいの嫁の名前が一人もわからないうずいと善一しか勝たんとか言って、善一とうずいさん何か関係ありましたっけみたいなね、なんか特別な会話ありましたっけ、まああったのか知りませんけど、次エアドロで送ってと言われた時の緊張感ね、エアドロは怖い本当に、昔から僕はねツイッターでリア友とか写真とか上げてると全部保存する癖があったから、そういうのも見られるのかもしれないと思ったし、でこれ前回マミヤデンガンさんがやってたわ、ちょっと前にマミヤデンガンさんのコラボ撮影したんだけども、その時にマミヤデンガンさんがちょっとごめんねちょっとサムネ作るからって言って、パソコンでサムネを作り始めて、そのサムネできたと思ってなんかパソコンにエアドロ送ったら、なんかお隣の席の知らない人になんかその自分の作ったサムネを送ってました、エアドロで。何やってんのあの人めっちゃパニックってた、やだ送っちゃった、ブリブリブリ、ちょっとスマホ見せて出ていた時の鳥肌半端なくない、急遽サファリを開いてしまった時のさ、一番最初に何が出てくるんだろうみたいな、え何々って検索してよって調べた時にさ、自分サファリ開いた瞬間に何が映るかみたいな緊張してるのか、え俺今サファリ開いたら何映るかな、どうする、ここ開くよ今から、何が出てくるでしょうか、いきます、はい、三上優愛さんAV 女優のビキピリアみたいな感じの死んだんだけどこういうことがあります待ってこれちょっと待って、ちょっと恥ずかしかったかもしれないこれ、えカットするこれもしかしてまあまあ恥ずかしいことしてる俺、ね、AV 女優さんの AV が見なかったわけじゃないから、もう AV 女優さんのウィキペディアを調べるというね、なんかアダルトなコンテンツを見ようとしてるんじゃないの、 AV 女優さんの人生を見ようとしてるんです、元 SKE48 木戸桃奈ね、知ってますよ、はい、次、もはや BL 仕事やらない声優がちょっと怖い声優さんの登竜門みたいに思われがちなとこあるけどさ、登竜門みたいな感じになってるにもかかわらず一個もやってないってさ、なんかよっぽどやっぱり BL ボイスからさ、なんか不女子層の人気が出て、そこからすごいガッツリファンを掴む人ってめっちゃ多いと思うんだけども、そういうファンの掴み方ができるにもかかわらずやってないっていう、その BL は絶対やらないみたいな感じの強い意志を感じると言いますかね、それってつまり不女子のこと嫌いじゃんって思わない、なんか事務所の方向性とかあるのかもしれませんけど、梅原さんとか細谷さんとか、まあ、もっちゃんはちょっと違う感じになるけどね、逆にこの BL に頼らないっていう感じの見方もする人もいるかもしれませんけどね、この人は BL に頼らず売れたんだみたいな感じのね、そういうフェチの人もいるかもしれませんが、なんか BL 的な見方をする不女子のことが嫌いなんでしょうねっていう、その敵意みたいなものを感じちゃって、あちょっと怖いかもっていう風に恐怖を感じる不女子の方々、教師逆に BL に頼らず自分の演技力で売れていこうという気概を感じて、で高ポイントみたいな感じの方も教師。次、二次創作ばかり見た後にアニメ見たら思ったより推しがゴミでびっくり、ツンデレが思ったより二次創作の産物でツンばっかり、ツンっていうかもうなんか暴力いじめばっかりで全然出れてる部分本気では一個ねえじゃないかみたいなキャラクター結構いるじゃないですか、僕東京リベンジャーズはイザナが一押しなんだけど、なんか二押しぐらいね、タイジがいるんだけども、タイジの話来るじゃないですか、杉田さん声優ありがとうございます、なんかタイジと言ったら二次創作で僕性格が決まってるところがあるから、正直あれ漫画すらもなんか流し読みっちゃ流し読みなの、タイジの話って正直言うとどういう話っていうかどういう結末を迎えたっけって、今タイジを二押しとか言っておきながら体重編の結末うる覚えなのね、そこまで三ツ矢活躍してましたっけみたいなね、しかもなんか体重ってちゃんとゴミじゃん、家庭内暴力みたいな、しかも女殴りまくるみたいなね、全然アニメの体重好きじゃないんだけど、もはや見たくないんだけどっていう推しにも関わらずアニメを見ないみたいな現象あるあるでございます。次、新海誠作品に不目線持ち込んだらもう終わり終わりじゃないです、ごめんなさい、なんか今回スズメの戸締まり若干なんかさ、ソータとさ芹沢なんか芹沢隠し設定ありそうっていう風に思ったのは僕だけでしょうか、ソータと芹沢はそういう関係なのではないかっていう匂わせを僕すごい感じたんだけど、あれは僕だけ、新海誠作品をそういう目で見出したらちょっと終わりみたいなとこないですかないですね、ごめんなさい。それでは皆様からいただいたありがとうございます、不要素満載の動画をきっかけに BTS 好きになったなんて死んでも言えないよ、わかりますよわかりますよ皆さん、 BTS とか K-POP とかジャニーズでも限らずだけどね、この時期だからサッカーが好きですとか言い出してる女、まあ大体試合後のハグを見て不心からその打ち出すと好きって言い始めるんです、うん、打ち出すとってもしかして古いとか言ったらなんかサッカーボールで顔面いかれそうなんだけども、で待って、なんか足がすごい壊死してるんだけどね、これわかんないね、ごめんなさい。でもね、このコメント欄に不発言をするのはどうなのかっていうのは確かにね、男ファンから言わせてもらうとちょっと感じる時はありますよ。おげれつ田中先生を田中おげれ先生と覚え間違え、危うく抹殺事件。ちょっと待って、俺本当にね、何語ですかこれ。ピクシブのアカウントにログインできなくなった。わかりますってかわかんないんだけども、すごい昔ログインしてる状態のアカウントだから、ログインした時ってワンチャンなんか僕アンドロイドだったんじゃないかなって思うぐらい。アンドロイドから iPhone に切り替えて、その iPhone でも何回も機種変えてない。それにもかかわらずなんかずっとアカウントにログインできてるのね。なぜか知らないけど、今急になんかログインできなくなったらマジでどれでログインすればいいんだろうという恐怖心が毎日毎日あります、うん、死と隣り合わせ、単語帳に語呂合わせで BL 用語と下ネタ書いてたら塾の先生見られた。かまいとん、あちょっとここで一個なんか BL 用語でなんかいい年表みたいなもの、ワイバール憲法で前立腺に変えていくいく死にたいな。アニメ好きな子に腐ってるか聞いたらそういうの嫌いってマジトーンで言われた。マジでそういうの嫌いってマジトーンで言う感じのその敵、夢女子の可能性がありますね。自分のミュージックのアルバム家族と乗ってる車の中に流していたら BLCD の濡れ場が流れ始めた拡張という言葉を見るために肛門が思い浮かぶこれピアスのあの拡張とかでもさ、てか俺さピアスなんか酔って起きたらピアスなくなってたんだけど、こっちの何吸収したもしかして、皮膚から吸収したもしかして、俺魔人ブー的なテンション。なんでさ俺ドンキの動画でピアス2個開けたかと言いますとさ、イザナのピアスをつけて動画を撮りたかったからなんだよね。まあその夢も無残に破り去れ、もう本当にもう穴は塞がりました。180度の
覗き見防止フィルターをつけ、電車内で安心してドエル鑑賞中に目の前の DK が上から凝視したこと。うん、でもこれ多分見てないと思うよ。あ、でも見てるか。電車の中の人に何見られようが全然関係なくない？俺そこメンタル強いのかな。俺電車で全然見るよ。で、隣の人に見られてようが、あ、見てんなぐらいだ。だってもう一生会わないんだもん、そいつと。そういうメンタル持ってきな。考えすぎる腐女子、蝶違いを蝶番と読む。うん、これただのバカじゃない？肛門のことを入り口と言ってしまう。腐女子はみんなこうとは言い切れませんよ。中まで愛してを読んでいる際にノックなしで母登場。中まで愛してって何？ちょっとググっちゃおうかな。中まで愛してカフェ、中まで愛してカフェって出てきたんだけど、カフェ開くな。いや、いいですいいです。あ、とんでもねえな、とんでもないな。看護学生 S 字を結腸、 S 字結腸と大声で間違えたね。これ腐女子だけらしいですね。 S 字結腸っていうのは医療用語ではちゃんと S 字を結腸というらしいですよ。気をつけてくださいね、腐女子看護師。好きなアニメフリーで、好きな食べ物ベーコンレタスバーガーはどうしだと思うやん。思わない。まあフリーは別に不目線で見てないよって言ってる女子はちょっと不目線で見てるから本物のファンではないなんていう認識はありませんからね。3DS から違法サイトで BL 読んでた。3DS のネット環境ってなんかすごい子供たちにはすごい気の新しいですね。僕は 3DS の世代じゃなかったからさ。よく任天堂はなんかさ、この 3D というものにさ、巧妙を感じたよね。3D 需要あるとさ、決断した任天堂バカだなと思ったのか。母が車乗っとった時に、車、鼻歌でタッチ歌ってた。バーディー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 みたいなのがちょっと鼻歌になっちゃいそうだね。友達が何々ソーローつって、ソーローって聞かれちゃった。なんで友達は何々ソーローって言ったんですか？学校でサファリ開いたら朝見てたピクシブを友達に見られる。僕は三上優愛さんを調べてるんだってバレるんだよ。死にたい。腐女子をステータスだと思ってた痛いか、こっちの暗黒街の住人だよみたいな感じの顔してるやついたよね。あなたたちには分からない世界だからみたいな感じのあれ言ってるやついたよね。ビンタしてやりたかったね。充電を受けの喘ぎにしてたことを忘れて、親の前飲んだみたいな大音量でなくして、ポチンと言った瞬間にオーンって言うんですよ。なんでそれを設定したんですか？酔ってたんですか？てか、なんでそれを忘れるんですか？なんか忘れる以前にそれを設定したギャグ性の低さだよね。言い過ぎた。スコティッシュをシコティッシュって聞きましたくだらねえな。シコティッシュフォールドです威嚇さそうな猫ですことみたいな最低なツッコミ。大国の講義で出てきたアナリストをアナリストと勘違いしたまま LINE とか、アナリティカルリーディングってやつが大学の時あったんだけどね。あのまで言ったらちょっと学校に持っていくパソコンを教室で開いたら、検索履歴に金箔とピクシバって死んだ。ウームに編集アプリの不具合をさ、なんかオンラインで直してもらうっていうさ、意味わかんない時間があったって。そのあなたの編集ソフトがどういう状況なのか確認したいから、あなたの画面を共有してくださいって言われたのね。僕それ断ったからね。意味わかんないじゃん。僕のパソコンなんか編集ちょっとバグってるっぽいのでちょっと直せますかって言ってオンラインで言ったのに、そのオンラインの方が、あ、じゃあその直すので画面共有してくださいって言ったら、それ断るの俺帰れよマジで。地元さんもめっちゃイライラしてたと思う、あの時。彼女が校内放送でヤリ部の曲流してた。うん、いるよねこういう人。僕も小学校の時エンジェルビーツのクロソングが流れて、あーやってんなと思って。担任の国語教師、科学教師の妄想が止まらない。そんな恵まれた画面を持つ先生がいたもんですね。俺の中学校小学校ってマジでなんかジジイとババアしか教師がいなかった。口が悪いですよ、ななおさん、気をつけて。そろそろ40万人だよあんた。ゴリゴリ SM みたいなやつ学校で募集され、卒業式の日あれは少し過激すぎたね、にっこりって書いた。卒業式まで返してもらえなかったんですか逆に。違う、見たんだって話だよ。何生徒の募集物楽しんでんの。英語の時間にアニュアルをアナルと呼んでるわけこれアニュアルだっけ、わかんない。だから1年間ってやつだよね。あー、でもこれ読みそうだな。読まねえよ。どうだったでしょうか。少しでも面白かったなと思ったら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。もう40万人いきますよそろそろ、はい、ぜひとも拡散してください。僕40万人いきたいんで、ぜひとも皆さん拡散してください。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、TikTok に気に入ってくれたら世界が認めます。今回のラジオの7日間の新車飛行絶賛発売中です。概要欄からチェックして、7公式ツイッター、インスタグラムはまた一切れ花びらがちぎれる。うん、それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんぽん。